大丈夫か？あら、あら、大丈夫かお前。しっかりしろよお前。どうしたんだよてめえこれ。終わりかお前これ。毎日毎日これ。終わりかてめえ。何だよ。一つだよ。それぞれの道があんだよ。それなら人生があんだ、はあ、そう俺みたいに、はあ、分岐点のようだな、はあ、バレはバレで考えがあるんだろ。俺にも俺で考えがある。内藤からの返事来たのか？どっか受け取ったか？ねえだろ。だんまりだな。当日まで分かった。あとはてめえが言うように俺とやりてんだったら行動で示せって言う、そんなようなことも言ったな。おし、わかった。やってやろうじゃねえか。背後に気をつけるんだな。おい、真壁。そうか、そんなに死にてえのか。おい、正式にこのプロレス界の王様の前に出てくることを許そう。おい、真壁。てめえの首持って一つでここまで来い。俺の前に現れろ。ぶち殺してやる。おい、鈴木みのるさん。いや、鈴木みのるさんよ。え？おい、俺の元どれだ。リング上じゃよ。あと引けねえよな、おい。いいぜ。見事なチャンピオン像で。いいじゃねえか。え？ところが来いよ。それがてめえの運の尽きだよ。おい、この俺様、真壁東京よ。あ？ 4 年か5年か？おい、チャンピオンシップが遠ざかってる。それはてめえの責任か？いや違うね。え、この俺様出たら必ずベルトぶん取るからだ。あ、だからこそ試合が壊れていいじゃねえか。え、それでこそだ。それを新日本プロレスだよ。え、核弾頭で見せてやるぜ。おい、この俺様がよ。おい、会社のてめえら分かってんだろ。あ、鈴木みのるてめえも分かってるやつだ。この俺が本気で爆発したらよ、てめえらコッパみじんだバカ野郎。おい、しかもよ、今はよオリンピックイヤーで、面白いぜ。技と技、己と己、え、そして小賢しい技と技、面白いじゃねえか。あ、同じ色してやがるな。おい鈴木、俺とてめえはよ戦う運命にあんだよ。え、こういう運命にあんだよ。おい、もうてめえはよ、リング上で言っちまったんだよ。もう後戻りはできねえ。分かってんな、おい、こんな野郎。おい、これをよ、ずっと前から俺は訴えたかった。ああ、だからこそだ。だからこそ今日の俺のこの俺様の挑発に乗ってくれたな、見事によ。おい、嬉しいじゃねえか。だからこそだ。だからこそてめえはよ、完膚なく叩き潰してやるよ。おい、鈴木みのる、いや、鈴木みのるさんよ。いいか、根本だ。てめえの根本叩き潰してやる。いいな、てめえ。そしたら逆らうまで誰もいねえ、うん、鈴木ももう終わりで。いいな、俺は一人一人一つ一つ淘汰していくぜ、この野郎。おい、てめえら今だよ、渦巻き、管巻き野郎によ一言一句間違えて伝えろよ、この野郎。それでこそチャンピオンで、覚悟しろ。ああ、なんだ。まあ、ご自身でベルト戦線から 4,5 年離れてしまっている、うん、ということでしたけど、今回久々のベルトに、うん、関わる試合をしますけど、それに対してプレッシャーですか、楽しみですか？プレッシャーがねえだろ。あるわけねえだろ、うん、やっぱりよ、この俺様は真壁東輝よ、メディアに出りゃ、おい、新日本プロレスさすがじゃねえか、うん、新日本プロレス真壁東輝やるじゃねえかって、それ賞賛もらうわ、ありがてえよな。他に演者さんいっぱいいるだろう、お笑い芸人さんもいるよ、一般の芸能人の方いっぱいいるわ。そんな方も、お、面白いなお前って言ってくれたよ、うん、ありがてえ。だけどよ、俺の本質はプロレスラーだよ。プロレスラーだからこそ4年メディアでもいろいろ頑張ってきた、うん、だけどよ、乾くんだよな。乾くんだよ、うん、抑えきれないぐらい乾くんだよ。なんでわかるかよ、俺はプロレスラーだからだよ。俺は芸能人の方たちでも何でもね、プロレスラーで、プロレスラーで芸能の仕事をやらせてもらってるだけだな。俺本質はプロレスラーだから、しかも分かってんだろ、俺のギラギラしてるよレスラー魂をよ、抑えらんねえんだ
抑えられない。だからこそだよ。あ、鈴木みのる、鈴木みのるに挑戦することが意味あるし、だからこそあいつの持ってるベルトだよ。引きずり下ろすのが俺の意味があると思ってんだよ。ああ、そりゃそうだ。戦う理由なんだよ、ねえだろ、そんなもん。俺が戦いたいと思ったんだ、それだけで。ただ難癖つけてるだけだ、俺はよ。ああ、対戦相手に難癖つけてるだけ。ああ、ただそれだけだよ。ああ、ただ鈴木みのるでやってみてんだよ。ああ、面白いじゃねえか。ああ、だからこそ数年前思い出すんだよ。ああ、俺が落ち着く前だよな。ギラギラしたもんがあったろ。ああ、それを今よ取り戻しつつあるからよ。おい、やってやるぜ、挑戦。ああ、いつでもいいぜ。おい、もうこの俺様真壁ともう準備も万端だよ。準備できてるからよ、いつでも発射できる。いいぜ、今日のメイン終わってからってやってやるよ。いつでもやってやる、いつでもやってやる、それだけで。鈴木みのるが持ってるベルトがインターコンチだからいいと思う、うん、そりゃそうだよ。鈴木みのるがネバーなんネバー、あいつが IWGP なら IWGP だよ。そりゃそうだろう。俺は褒めることは一切しない、褒めることなんて一切考えてしない。ただよ、あいついくつだ。あ、もう50、もう50近いだろ。それでもあれだよ、それでもあのパフォーマンスだよ。あ、好きやればよ食い目とかっきられんだろ。あ、そういうレスラーだよ、そういうレスラーだからさ、やる意味があると思うんだよ。あ、この俺のよちょっと甘くなった部分あんだろ。俺は自分でも分かってんだ、甘くなったなって。うん、その辺のよ、記者に答え、質問投げかけりゃ答えちまうだろ。昔の俺だったら血まみれにしてんだろ。な、捕まってんな、これ。うん、そんなことだよな。うん、うるせえ、この野郎って。一括したもんだろ。だけど今、丁寧に答えちまう。それは自分のてめえの置かれてる立場も分かってる。うん、ベビーフェイスだから、正義軍だから。バカ野郎。そんなもん最初から全部ぶち壊してやる。だからこそプロレスラー、マガオとかここにあるってもんだよ。うん、だから色男のことも何にも関係ない。敵討ち、そんなもん関係ない。俺は俺のやり方でベルトを取るまで鈴木みのるを引きずり落とす。さあ、それだけだよ。